はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画ではジャンベという楽器の歴史について紹介していきます。といっても僕もそんなにむちゃくちゃ詳しかったというわけではないんですけれども、2月7日にジャンベのワークショップを行いまして、そこでね、解説するために改めて歴史について調べ直したらですね、これがむちゃくちゃ面白かったので、今回動画にしてみんなにシェアしていきたいと思います。はい、まずこのジャンベ。 これがアフリカの楽器だということはみんなご存知でしょうかそれくらいはなんとなく聞いたことありますかね今の国名で言うと、セネガル、マリ、ギニア、コートジブワールといった西アフリカの国々で主にこのジャンベは叩かれていました。ただ、このジャンベがいつから叩かれていたのか、そもそもいつ頃生まれたのかっていうのはね、実は詳しいこと分かっていません。未だに分かっていません。というのも、長い間アフリカには文字の文化がなかったので、一切記録が残ってないんですね。 で歴史なんかもすべて物語みたいな形で、すべて口頭、口伝えで伝えて、それを代々伝えていくっていうような形だったので、結構曖昧なところも多いと。でそういった物語とか壁画から、お、ま、そ、あ、らくこうだったんじゃないかってこう推測、憶測することはできるんだけども、実はね、正確なことは分かっていないっていうのが現状なんですね。でそういう前提のもとですね、歴史上、このジャンベがおそらくあっただろうと。 いいうののががかっているのが年代になりますこれ意外と新しくないですかって僕は思ったんですけれども僕はね調べる前このジャンベっていう楽器はもう紀元前太古の昔からあるものだと思ってたんですけども意外とそんなことはなくね1200年代だそうです1200年代という日本でいうと鎌倉時代にあたりますけれども1235年にですねスンジャタ・ケイタという英雄が今の「 ギニアとかマリとかそのあたり西アフリカ一帯を統治建国してマリ帝国っていうすごい大きな国を作りましたでそのマリ帝国の時代にこのジャンベが使われていたと言われていますどういうふうに使われてたかっていうとその時の王様とかね王族の一行が移動する時、例えば町から町へ移動する時なんかにその一行の中になんとねジャンベたたきがいて今からそっちに王様が行きますよもうすぐ着くよっていうのを ジャンベを叩いいててて知らせてたっていう話なんですね。でこの向こうの町の人もこうジャンベ叩いて「分かりました!」ってこう伝えるこう音で伝え合う通信手段の道具として使っていたっていう話なんですね。これめちゃくちゃ面白くないですかあれその町と町のね連絡手段とか一つ山を越えた向こうの人に何かを伝える通信手段としてこのジャンベが使われていたという話です。 でこのジャンベを作る人もたたく人も本当にごく一部の限られた身分の人だけっていう感じで結構ねこのジャンベっていうのは神聖な道具として扱われていたようなんですね。で時代が進んでいく中でそういう通信手段以外に例えば結婚式の時とかね儀式の時冠婚葬祭の時にもこのジャンベを使うようになってこのリズムをたたいてそれに合わせてこうみんなで踊ったり歌ったりするっていう文化が徐々に生まれていったようです。 昔のアフリカ人にとってもね、やっぱりこのリズムと歌っていうのは、とても大切なものっていうか、切っても切れないものだったようなんですけれども、今と違うのは、昔はこのジャンベっていうのはもともとは通信手段で、あるいはこの儀式の時だけ使う特別な道具っていう感じだったんですね。そこからさらに時代が進みまして、その巨大なマリ帝国っていうのは崩壊します。崩壊した後は、その西アフリカの地域はですね、ヨーロッパから強く介入を受けることになります。 で1800年代にフランスの植民地になってその植民地化された時にね、こういうジャンベとかパーカッション太鼓叩いちゃダメですってこう禁止されかけたんですけれどもいやいやいやとこういうアフリカの文化を根絶やしにしちゃいかんと一部の人たちが働きかけまして、まあ、そういうね、文化を残すプロジェクトとして一部の音楽家と一部のジャンベ叩きあとアフリカの舞踏 踊りとか歌とかを演奏する人たちはまあ演奏していいよと許されたっていう形なんですね。なんでその時もジャンベっていうのはまあみんなが叩けるものではなく本当にごく一部のまあ許されたたものだだけけが叩ける楽器だったっていう感じなんですでこのジャンベを叩ける人たちは簡単に言うと世襲制みたいな感じでそのジャンベ叩きの家に生まれた子供はまたジャンベ叩きになってその子供もさらにジャンベ叩きになるとこう代々続いていくっていうような感じだったようです。 ちなみにこの楽器のことをジャンベとかジェンベって呼ぶのって、これフランス語の呼び方なんですよね。ご存知でした僕は知らなかったんですけれども、これ西アフリカではジンベとかジェンベイとかディンベイとかいろんな呼び方されてるんですけれども、まあ、そのフランスの、ね、植民地になった時に、まあ、フランス人に認知されてジャンベ、ジェンベと呼ばれたのが初、まあ、めというかきっかけになって、それがもう世界のスタンダードな呼び方になってしまったということらしいです。 で、その植民地時代が終わりまして、セネガルとかマリとかギニアとか各国々に独立して、ようやくね、このジャンベっていうのは大衆的に一般的になりました。で、もともとジャンベを叩いていた人をマスター、師匠にして、まあ、そのマスターからね、教わればもう誰でもジャンベを叩いていいよっていうふうになったんですね。で、もともとその冠婚葬祭、儀式とかでリズムを叩いていたわけなんですけれども、まあ、それ以外でももっとね、大衆的、日常的になってきたんで、 そのなんか収穫をする時田肌の収穫をする時なんか収穫を祈るリズムとかなんか魚を捕る時に量大量を祈るリズムとかなんか喧嘩をしてる争いを仲裁するリズムとかねもうことあるごとになんかリズムを作って歌ったり踊ったりしていましたでここでようやくねみんな知ってるであろうママディ・ケイタさんの登場ですね 彼はギニアの国立の舞踏団でジャンベを叩いていろんな国々をツアーしたりまあその後はねこのジャンベのカルチャーアフリカのカルチャーを伝えるためにいろいろな国でワークショップをしたまあ彼がねすごく尽力したことによってこのジャンベっていうのは世界中で認知されるようになったんですねでこれってね本当にもう最近の話なんですよねで僕ジャンベってもともとこういう作りのものこういう構造だと思ってたんですけどもこれもどうやら違うっていう話なんですね 知らない人のために一応解説しますと、ジャンベの作りっていうのはね、一応この木をくり抜いたボディに、ヤギの皮を貼っています。ヤギの皮ね。で、これを鉄のリング、鉄のフープで押さえて止めて、これをロープで引っ張って、テンションをかけて貼っている。これが今のジャンベの形なんですね。で、これを作ったらね、なんとアメリカ人らしいです。えーっていう感じですよね。 昔は本当にこの、まあ、木のボディで動物の皮を張っていたっていうのは同じなんですけれどもどういうふうに止めてたかっていうとあの、ね、牛の皮牛の皮をこう薄くこゆったものを紐状にしてそれで押さえたり動物の腸を乾燥させたものを紐みたいにしてこの皮に通して貼ったりしてたらしいんですね。ただそれれだとこうあんまりテンンショかかけれないというか強く、 晴れなかったので結構ねこの皮の感じが緩い状態低い状態だったそうですでその叩くく時に毎回その火に炙ってこの断面を火に炙って乾燥させて、まあ、鳴るように調整したっていう話なんですねで1970年頃ですねニューヨークのパーカッショニストであったジェームズ・ホーソン・ベイサーっていう方がこの鉄のリングをアフリカに持ち込みましたまあドラムのリムですよね リムを持ち込んだとでその後さらに合成樹脂のロープすごい耐久性が強い切れない合成樹脂のロープを使って、まあ、この形を考案したのが、まあ、1980年頃と言われておりますただこれすごい、まあ、便利だったわけなんですけれども,もう当時ねそのジャンベタたキたちにはアフリカのジャンベタたキたちにはめちゃくちゃ反対されたと <laughs> えいうことなんですね、まあ、なんとなくね想像できますよね あのママディ・ケイタさんのインタビューとかを読んでても思うんですけれどもその昔からのジャンベ叩きの人たちって結構ね保守的と言いますかその伝統を重んじる伝統を守ることにすごく真剣なのでなかなかねこういう変革というか革新的なものに対してはいやそんなのなかなか受け入れられないぜっていうのはなんとなくねわかるんですけども実はこれを、えー、一回叩いてみたら使ってみたらもうめちゃくちゃ便利じゃねえかっていうことに気がつきまして徐々にね このロープスタイルっていうのが広まって一般的になってきましたようやく1990年に入ったくらいになってほとんどすべてのジャンベがこの鉄のフープにロープで引っ張るっていうこの形になったっていう話なんですねこれむちゃくちゃ最近じゃないですかこれがね僕結構意外だったんですねでこの形になったことによって、まあ、さらに世界中に広まったと世界中で楽器として叩かれるようになったっていうのが今なんですね はい。というわけで、いかがでしたでしょうか今回はジャンベの歴史の紹介でした。まあ、今ではこのロープ以外にも、チューニングキーでチューニングできるチューナブルなタイプのジャンベっていうのもありますけれども、僕はね、なんかやっぱこのチューナブルなジャンベって、にわかなんじゃないかと、まあ、なんちゃってジャンベなんじゃないかと思ってたんですね。やっぱこの木道で、本革で、ロープで引っ張ってるジャンベこそがジャンベだと、こう、なんか勘違いしてたんですけども、これも結構新しいものだったっていうのが、えー、意外な発見でした。はい。 はい、こんな感じで、このチャンネルはパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやっておりますの、ね、で、引き続きよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。